坂田明は、日本のジャズサックス奏者、タレント、俳優、未人子研究家としても知られている。息子もミュージシャンで、元、バンド、ポラリスのドラマー坂田学部。広島県呉市高が浜生まれ、広島大学水畜産学部水産学科卒業後、1969年に、上京し、細胞分裂を結成。 1972年から1979年末まで山下洋介トリオに在籍。激しいサックス演奏で知られるようになる。同トリオを脱退後は様々なグループの結成、解体を繰り返し、2000年から坂田明美衣を中心に活動。現在は坂田明トリオ、坂田明近村地でのレギュラーユニットの活動と、 同時に内外のミュージシャンとのフリーセッションを行っている。広島大学水畜産学部水産学科の卒業生であり、2003年には長年にわたる未人子の研究、普及活動が認められ、日本プランクトン学会から特別表彰された。2007年には東京薬科大学生命科学部客員教授に就任した。山下洋介をはじめ赤塚藤尾田モリとは、 古くからの友人であり、タモリの持ち芸として知られる、花もげら語の元祖でもある。1982年の成功で時計、ハイブリッドのテレビ CM のユニークなパフォーマンスで一気に有名になった。商品名をもじったハイブリッド人間は当時の流行語となった。CM は九百九十年代に定、定人、二千五年に、緊張のゴキブリ用殺虫剤、コックローチで、 輪島光一と共に学ラン姿で出演している。ありがとうございます。